どうも皆さんこんにちは、三浦です。妖怪ウォッチ3やっていきましょう。やあケータニコラスにローガン、こんなところで何してるの？このミシシッポリバーでボートに乗って釣りに行こうって計画を立てているんだ。でも怖い噂があってさ、ちょっと困ってるんだ。怖い噂？それがさ、ミシシッポリバーには出るらしいんだ。出るってもしかして？そう、半魚人がね。半魚人？いやでもこれじゃフィッシングに行けないね。困ったな。半魚人といえばユーマ、ミステリーですよこれは。お友達も困ってるみたいですし、詳しくお話を聞いてみては？はい、これはヌー16号、なぎさきでゲットしたやつですね。経験値高。半魚人が出るって本当なの？そうさ、魚のヒレと水かきを持った全身鱗まみれの人間がね、きっと見つかったら最後川底に引きずり込まれて半魚人にされるんだ。怖いっていうか面白い話だよね。いや笑えないよ。僕は逆に気になっているんだけどさ、ニコラスがビビって行きたがらないんだ。ビビってるわけじゃないけど、なんかちょっと危険かなって。目撃情報だって結構あるしさ。よし、わかった。じゃあ俺が正体を確かめてくるよ。え、本当？お前意外と勇気あるな。じゃあケータよろしく。面白い報告待ってるよ。面白い報告？まあこれはね、ケータくんが半魚人にされちゃう結末が一番面白いと思うんですけどね。そうと決まればこの川の近くでミステリーの手がかりを探しましょう。け、手がかりは3つですね。やっていきますか。半魚人の目撃情報とか聞いたりしてませんか？ああ、実はあるんだ。お客さんで何人か見たって人がいるんだ。しかもその半魚人はムキムキマッチョらしいの。ムキムキマッチョ？この俺のようにだ。筋肉というものは素晴らしい。そう、筋肉あれば何でもできる。なんかちょっと聞いたことあるなこれ。少年よ、筋肉についてもっと知識を深めたくはないかい？ちょっと熱く語り出しちゃいましたよ。ありがとうお兄さん。筋肉は大丈夫です。もしかして半魚人を見たこととかありませんか？このおじさんはね、見たことありそうだね。半魚人？ああ、そういえば夕方頃にものすごい勢いで川を泳ぐ何かを見たな。あれは半魚人に違いないよ。なるほど。ふむふむ、夕方頃ですか。これは手がかりになりそうですね。あのさ、半魚人のこととか聞いたことはない？ああ、その噂か。もちろん僕も聞いたことがあるよ。ウィリアム、ちょっとイケメンすぎない？どうやら島にあるあの大きな屋敷近くでよく見られるらしい。え、島にある大きな屋敷って？マーク君のお屋敷でしょうね。あの島に上陸したのでしょうか。半魚人を見に行くのかい？くれぐれも無茶はするなよ。気をつけるよ。ありがとう。どうやら半魚人は夕方頃に泳ぐ姿が目撃されてて、ヘーゼル大帝に上陸するってことらしいね。ムキムキマッチョの半魚人見つかると危険かもしれません。待ち伏せしてこっそり確認するのがいいかもしれませんね。よし、じゃあ夕方頃にヘーゼル大帝に行ってみよう。よし、ここで半魚人を待ち伏せしよう。うーん、一人やる気ないやついるな。半魚人なかなか出てこないね。
ケイタ君静かに、ありよ。あ、なんだこれ、サメじゃない、もしかして。あ、やっぱそうか。今日のトレーニングも最高だったぜ。あの方は妖怪ヒーローのザ・シャーク。あ見つかっちゃったけど。なんだお前らか、何してんだこんなとこで。こっちのセリフですよ、それはこっちのセリフですよ。あなたこそここで何を。ああ、ここは俺様にとって思い出の場所でな、今でもとっくに使ってんだよ。最近はゴゴゴゴッドファーザー事件のせいでなかなか特訓できなかったが、お前らのおかげで解決したからな、こうして特訓を再開したってわけだ。そうなんだ。出た、またケイタ君のあんま興味ないみたいな。で、お前らはどうしたんだ。俺様に何か用か。この川で半魚人が出るって噂があって、待ち伏せしてたんだ。そしたらあなたが。そっか、シャークのことを見た人が半魚人だと思ったんだ。まあちゃんと人型してるからね。そうか、俺様のことが見えちまった人間もいるのか。特訓場所を変えることにするぜ。ああ、人気のないところっていうと、あ、それならモクノームの森は、あそこなら誰も近寄らないかも。おう、じゃあそこにすっかな。驚かせて悪かったな。あばよ。妖怪が見えてしまう人間がいるんだね。形像みたいなね、そういうやつか。まさか半魚人の正体がシャークだったとはね。まあ確かにサメは魚ですけど、魚違いでしたね。いや笑ってたけど、なんか面白いこと言ったのかな今。あ、そうか、わかった。ミステリー開演。でもザ・シャークがあそこで何をしていたのかっていうのはまだすっきりしないな。さて、ザ・シャークは特訓場所を変えると言っていましたし、これでニコラス君たちも安心して釣りに出かけられますね。教えてあげなきゃ。二人とも半魚人のことならもう心配ないよ。え、半魚人いなくなったのかい。そのなんていうか、実は妖怪だったなんて言えませんし。いや、よく、それも怖いわ。いや、それも怖いけどね。適当にごまかしときましょう。なんかどこかに行っちゃったみたい。そりゃあなんだかちょっと残念だね。でもこれで安心してボートでフィッシングできるよね、ニコラス。よーし、それじゃあ早速明日の朝ボートを出してフィッシングだ。ケータ、明日ここに来なよ。たくさん釣れたら分けてやるからさ。ねえ、ニコラス、ローガン、魚はいっぱい釣れた？ケータ、ひどいじゃないか。なんか怒ってるぞ。え？ぎくー、もしかして適当に言ったのがバレちゃいました？もういないはずだけど。なんで？だっておいらたちこの目で見たんだ。僕たちあの屋敷の近くに朝早く釣りに行ったんだ。それで見ちゃったんだよ、半魚人を。でもザ・シャークは特訓場所を変えると確かに言っていましたしね。しかしザ・シャークといえば妖怪プロレス界でもヒール役、つまり悪役としても有名。まさか人間の怖がる顔を見たさに再びあの川に現れたとか。いや、そんなわけないっしょ。とにかくもう一回シャークに会いに行こう。行きますよ。モクノームの森ですね、行ってみましょう。いた殴ってる木。ちょっと、ザ・シャークさん、あなたどういうおつもりなんです？ああ、怒られた。
実はヘーゼル大帝近くの川でまた半魚人を見たって人がいてさ。あ、俺様あれからずっとここで特訓中だよ。じゃあ魚違いか。じゃあ川で目撃された半魚人ってどっかっー、 もしかして本物ってことでウィス。半魚人だかなんだか知らねえが、そいつのせいで俺様が疑われたってのか。俺様もその半魚人とやらに合わせろ。とにかく今度は再び目撃されたという明け方にヘーゼル大帝で待ち伏せしましょう。ヘーゼル大帝も出まくりだね、半魚人。なんだろう、ヘーゼル大帝に住んでんのかな。よし、ここで待とう。ウス、本物の半魚人ごくり。よく寝られるな、この状況下で。すごいな、ジバニャン。おい、あれじゃねえか。あ、ザ・シャークとそっくり。半魚人というかサメだけどね、完全に。あ、ジョーズさんじゃん。ふう、仕事の後の人泳ぎは気持ちいいな。なんていう時間に泳いでんだろうね、今夜明けなんだけど。ジョーズさんですよね。いや、違ってたら怖いわ。違ってたら怖いよ。半魚人の正体はザ・シャークとジョーズ2人のことだったんですね。おや、君たちは。もう、あなたともあろう方がこんなところで何水浴びやってるんです。それは、いや、そんなことより。お前、いや、体がでかいからバレてたな。これでミステリーは解決だな。あばよ、俺様は帰るぜ。いいね、ああいう風に帰れるんだね。便利な体してんな、妖怪って。あれ、なんか雰囲気悪くない。ザ・シャークもジョーズさんもどこかおかしな様子でしたね。でもまずはジョーズさんにここに来た理由を聞いてみましょう。ね、ヘーゼル隊、人の家の庭で何やってんだよね。あの、ジョーズさん、どうしてここで泳いでいたんですか。ここは私にとっては思い出の場所でね。あれ、それシャークも同じようなこと言って。ちょっとちょっと、チミたち困るんだよね。誰だ誰だ。やっちゃう。俺たちのバリ縄に勝手に入られちゃうさ。あ、絡まれてんの。このタイミングで出てくるね。バリ縄、まさか縄張りのことでウィス。バリ縄ってなんか短縮できてないし、逆にしてなんか意味あんのかな、これ。よくわかんないね。っていうか、魚ばっかり出てきて混乱するんで帰ってくれません。おやおやおや、誰かと思えばヨップルの社長さんじゃないですか。そういえば社長、社長になってるけど大丈夫。社長って伸ばすんじゃないの。社長さん、最近復帰して調子乗ってないですかね。偉いさんだかなんだか知らねえけどよ、人のバリナオに勝手に入られちゃうな。痛い目見てもらおう。おい、何やってんだよお前ら。戻ってきた。あら、一撃だった。大丈夫かよ親父。いや、まだな、彼ら何もやってなかったけど。親父、ポール戻ってきたのか。ポール、まさかザ・シャークの本名です。もしかしてジョーズさんとザ・シャークって親子だったの？っていうか知らなかったのそれ、二人とも。何が親子だ。あんまり仲がよろしくないんでしょうか。え、でもそれじゃあどうして助けに来たの？うるせえ、話は後だ。こいつらを何とかするぞ。いやいや、ひどいな。別に絡んできたけど、別に殴ったりとかね、
されたわけじゃないのに、こっちから先に殴っちゃったから、こっちが完全に悪い人ですよ、ね、さあじゃあね戦っていきましょう。さあ避けなさいよ君たち、もう避けないんだよな、直前で避けてくるみたいな。あ、オッケー、お、だいぶダメージ入ったね。ていうか真ん中の妖怪俺見たことないんだけど、そんなやついたんだね。あ、すごい硬いな、だいぶ硬い。さあじゃあこれで決まるでしょう。おお、ガードされた、てか当たんなかった、あ、避けたのか。だいぶ硬いな。あ、まだ使ってくる。ちょっと待って、お前ヒットポイントどんだけあんだよ、かてえな。気をつけろよな、親父。夜の川は立ち悪い魚が湧いてきやがるんだからよ。魚には気をつけよう。いや、あなたも魚ですけどね。たく、なんでこんな場所に来てんだよ。それは、イエス、私とお前の思い出の場所だからだ。ここに来ればいつかお前と二人っきりで会えると思っていた。会って今更どうすんだよ。ポール、これを見てくれ。どこに隠し持ってたんだよ。空から降ってきたけど、こいつは、そう、ケイタたちの協力で空をも飛べるようになったワイシャークだ。ケイタくん、なんかやりましたっけ、覚えてないな。これ、この空飛ぶ飛行機に乗って空を飛んでみないか。ねえダディ、僕飛行機に乗りたい。ダディの会社って飛行機作らないの？それはちょっと専門外だな。まあそうだよね、まあアップル、そう、コンピューター作ってる会社だから飛行機専門外すぎるだろ。でもなポール、この会社がもっともっと大きくなれば空飛ぶ飛行機くらい作れるようになるさ。あ、なるもんなんだね。本当？じゃあ飛行機ができたら乗せてくれる？イエス、もちろんだ。なんでそんな昔のことを覚えてんだよ。全部覚えているさ。ダディポール、なあポール、乗ってみるか。でもさ、よりにもよって空を飛ぶのが魚かよ。イエス、夢があっていいだろう。ウィス、え、いや、だからあなたたちも魚ですからね。さて、空の散歩でも楽しみながらちょっと話をしようか。今まで話せなかったことをゆっくり話そう。よかった、仲直りできたんだね。これで全部解決ですね。めでたしめでたし。ちょっと待って、その乗り方またがってるだけじゃん。座席作れよ。こうして空飛ぶ飛行機に乗り込み、父と子は朝まで語らった。ジョーズさんたち、あれからどうしてるかな。親子水入らず仲良くやっているんじゃないですか。
あ、ケータ、ねえねえ聞いてよ。どうしたの？それが、あの川でまたとんでもないものが目撃されたらしいんだ。とんでもないもの？ハンギョジンはもういないはずだけど。ハンギョジンどころの騒ぎじゃないよ。あ、それ言ってましたか。そうだよ。だってまさかあの川に、そう、あんな大きな空飛ぶサメがいるなんてさ。あ、やっぱりワイシャークエアのことだよね。ってことだからさ、今度は空飛ぶサメのことを調べてきてよ。魚ばっかりもうんだりでウィス。いや、終わった。いや、実はこのクエストをやるの2回目だったんですね。1回目やった時にちょっと収録ミスというかマイクの声が入ってなくてね、やり直しておりました。いや、2回やるとね、結構きついね、やっぱそのリアクションとか。だってもうどんなあらすじか分かってるからね。お、エビを手に入れた。今日ね、僕ちょっとかっぱ寿司行って寿司食ってきたから、もうね、ちょっとお腹いっぱいなんですけども、もう気持ち悪いです、本当に。はい、ということで、妖怪ウォッチ 3.0 のクエストは全部やってしまいました。寂しいですね。うん。まだ太陽神閻魔をゲットしていないので、次は太陽神閻魔をゲットしつつの、まあ、ちょっと攻略的な動画をね、何本か上げていきたいなと思います。はい。今年の夏はね、僕、おそらく妖怪ウォッチの最新作は出ないんじゃないかなと、実は思っております。あの、スナックワールドという、この間アニメが始まったばかりのレベル5のアニメがあるんですけど、そのソフトが夏に発売されるんで、今回は妖怪ウォッチの最新作、もしかしたら更新が来るかもしれないですかね。妖怪ウォッチ3の更新が来るかもしれないですけど、最新作の発表はないんじゃないかなと思います。まあ僕の勝手な予想なんでね、外れるかもしれないですけどね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。